どうも、体の,落成骨研究所の代表高野教師ですえー、っとですね、マスクを野外だったらあんまりしなくてもいいんじゃないかなっていう見解があ政府からかな、国から発表されました。で、それに対してちょっと僕も思うとこあったので話してみようかなと思います。実際にですね、お話しする、まあ、面と向かって話しするとかだとやっぱりマスクはした方がいいんじゃないかなと思ってます。ただ、 あの、まあ、新潟県三条市もこの辺なんかもそんなに人があめちゃめちゃ歩いてるわけでもないのにマスクをしながら外で歩いてる人とかは別にいらないのになーっていうふうに思って見てたんですよね。で、やっぱりその TPO をわきまえるというかあどういう状況なのかでマスクの着用を考えてみるというふうなのが、まあ、大事なのかなと思ってます。 結局、マスクをすることによって、特には、あの、暑くなってくると、その体温のね、調節の管理がうまくいかなかったりとか、息苦しかったりとか、そういうことも出てきますし、あのー、マスクがここにある方は、肌が擦れてね、っていうこともあるので、肌を休ませてあげたいっていうのもあります。なので、えー、 その健康を守るために、まあ、誰かとの接触だとかその飛沫感染っていうのを防ぐためにということで、マスクをするんですけど、でもその可能性がないのであれば、なくたって全然いいわけですよね。で、例えば走る時に、なんかちょっとマスクをしてあげると、まあ、心肺機能にちょっと抵抗がかかって、そちらのトレーニングにもなるのは、 あ,あ、なるんですけど、えー、といっても、おそれを目的としてやるなら全然構わないけど、ただただなんかこう、ずっとしていかなきゃいけないっていうふうなことになっちゃうと、ちょっと違ってくるよと。他に周りが誰もいないのにマスクをしている必要なんて、全然、えー、感染症対策としては全然意味がないっていうか、あいらないことなので、えー、そこが大事なのかなと思っております。 まあ僕も、あのー、成功的にですね、活動して、仕事をしているとき、まあ、患者さんが来て、えー、クライアントさんが来て、えー、対応するときはマスクをするんですけど、だけど、そうじゃないとき、一人でいるときはマスクをしません。で、換気をしたりとかしてるんですけど、まあ、本当、まあ、本当に TPO を決まえるというかあ、場面により対応していく、そのためのマスクでしかないというふうに思っております。 特にね、これからどんどん暑くなっていく中で、えー、小学生とか、まあ、なんか、すごく真面目で、え、登下校の時に、あの、まあ、下校なんかは一人で帰ってる子も見えますけど、やっぱ、真面目に暑いのに、マスクして帰ってたりするのを見てて、いや、もう外していいよってすごく思ってたので、周、ま、り、あ、いないじゃん人っていうふうに思ってたので、あのー、そういうふうなのはきっちりとね、えー、指導されるといいのかなと。 思いました。皆さんどう思う,思うでしょうかまあ、なんでしょうね。ほら、いいじゃん、マスクしなくてもいいんじゃんっていうふうに思っちゃダメなんですよ。結局、あの、誰かと話しするとかだと、やっぱりやってた方が確率を下げれるので、感染する確率を下げれるので、やった方がいいんです。だけど、周りに人がいないであればやらなくていいよって言だけなんですよね。そこを勘違いしないようにして、えー、だけど、適切に、えー、こう、 なんでしょうね、自分の体が楽になるようにそのマスクしない時間を作るとかいう風にやってあげるといいのかなと思いました、うんまあ、勘違いしないということですね、はい、じゃあ頑張って、えー、やっていきましょうまだね新潟もちょっと感染者数がちょっと増加傾向なのかなと思いますしまだまだ気をつけなきゃいけないところだとは思うんですけどでもその 適切に恐れるっていうことがすす。ごく大事です適切に対応していくということが大事だと思うのでそういう一つの一環かなと思います、はい。では今日ここまでになります。質問やご意見などありましたらコメントに残してください。チャンネル登録も引き続きよろしくお願いします。それではまた。